美味しいレモンサワー作ります。まず半分に割って、もう最大限の力で絞ってで、この果肉出たやつをコップのヘリで果汁をちゃんとグラスの中に入れて最後まで絞り切る、何回も。それでハイサワーを入れて、よく混ぜて、でこれは再利用するのでここに置いといて完成です。乾杯。乾杯。